えー、こんばんは、マスアートです。えー、農家と農園主でお送りしています。えー、ニースユンタク。1分間ユンタクですね。はい。えー、今日もこの常つくさチャンネルのニースのトラガから、中国経済ガチカウントだ。社会主義なのに、社会保障制度、未整備、えー、65歳以上の人口、2億人の衝撃事ことで、えー、中国、えー、この日本の人口よりも、この、多いですけど、この、 加速度ですね、えー、この高齢者社会ですね特に一人っ子政策のひずみが出て、えー、この一人ここで一人で親の面倒見るのは大変ですね私も、えー、個人的ですけど家族う兄弟う5人ですけど、えー、なかなかもういろいろこの先 えー、姉が亡くなったり、そして、えー、父が亡くなったり、母が亡くなったり、そして、えー、二番目のお姉さんが亡くなって、えー、まあ、家族が、まあ、五人で、まあ、兄弟が五人でも、えー、なかなか大変ですね、えー、兄弟を合わせて、えー、まあ、 親の面倒を見ましたけど、えー、大変ですね。えー、それが一人っ子ということだと本当に、えー、大変だと想像できます。そういう、まあ、悲しいニュースー、まあ、子供が親を愛めるというニュースも日本でもありますけど、えー、中国でも聞かれるようになってますね。えー、大変です。そういうことで、特にまた、えー、この、 ちょっと中国は日本と違ってまたこの奥地の農業の農業してるところから都市ですね流れ込んでくる私も出身が農家ですので、えー、本土の都会に来たその一、うん、人ですけどなかなかその農業をしていた方々が都会に来て日本でもそうですね農村の,この過疎地が増えて都,会都市に一部集中して の傾向も中国でも同じですね、そういう来た方が、このまあいろいろこの都市、関と、また農村と土地方で来た方が、中国ののに頑張った方々が、まあそういう60歳以上になって、そういう本当に、えー、厳しい状況ですね、えー、本当に少ない年金ではやっていけないということで、えー、改めて。えー えー、この年金が3,000円、日本人質3,000円かな、それではやっていけないということで、えー、いろいろ掛け持ちして、えー、都市で働いているという報告が、レポートがありましたけど、えー、厳しいですね、この中国、この一党独裁、共産党じゃなくて本当に、えー、開かれた経済の自由化と民主化ですね、えー、それ以外にこの今の中国を脱出する、この、 可能性はないですね。はい。えー、引き続き、えー、ジョネツクさんの、えー、ニュースのトラガーをウォッチングしていきたいと思います。えー、この中国経済、ガチ関東団、えー、社会主義なのに、えー、社会保障制度、未整備、えー、65歳以上の人口、2億人の衝撃ということで、えー 中国、この一党独裁が弊害となっています。引き受き、えー、この中国の,おのニュースに関連する、両ネツさんのチャンネルをウォッチングしていきたいと思います。マサトです。マサトの,の YouTube チャンネル登録、またコメントお、いいねボタン等よろしくお願いいたします。また聖書を学びたいと、お友達も募集してますのでよろしくお願いします。次回の1分間4択でお会いいたしましょう。えー、マサトでした。終焉です。パシャンブルズ、シャロム、シャロム、シャロム。